林野美沙の頑張れ日本世界の終わり。はい、はい、今日も全員でこの楽しい一日を過ごさせていただくんですけど、はい、皆さんこんばんは。 MC の林野美沙です。はい、そしてアシスタントの前ひろこでございます。はい、ナビゲーターを務めさせていただいております映画監督の山崎勇です。はい、よろしくお願いします。はい、歌のゲストは徳間ジャパンの森重雄です。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、皆さん、うん、今年は戦後73年目です。はい、なんか感慨深いものありますけども、明日明後日3日経ったら終戦記念日で、なんか私は敗戦の日本を知ってますんで、すごくこの月が来るとちょっと元気なくしたりするんですけど、ちょっと今年はちょうどいい機会ですので、1分間、やっぱり黙祷を捧げたいと思います。わかりました。はい、行きましょう。よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。美沙さん、はい、ね、やっぱりあさって終戦記念を迎えると、はい、やっぱこの時期になるとどうしても、はい、やっぱり戦争とかその頃のことをね、はい、思ってしまうんですけども、はい、美沙さんは常にもう世界の平和を唱えていらっしゃって、はい、1年を通してね、戦争反対ということで、はいはい、いつもこの歌を歌っていらっしゃるんですけども、はい、今日もぜひオープニングでこの歌を歌っていただけますか。はい、今日は特に心を入れて歌わせていただきますので、はい、お聴きください。題名は頑張れ日本世界の輪、はい、タイトルですね。地球に生まれて日本に生まれて Baby Baby 戦をしない平和に育ってハッピーハッピー所詮この世カリズマイ。ただいま地球に空をいろんな星に生まれたけれど、日本最高この今が宇宙をさすらい悟ったことは平和一番優しさ二番。頑張れ日本英知を絞れ、頑張れ日本世界の
この幸せを日本を中心に世界中を巻き込んで戦争のない3種類の人間たちが一生懸命こぞって平和を大切に進んでいきましょう。原爆水爆使え終わりさクレイジークレイジー、ここまで来たなら封印しなけら自演自演勝者はいない、敗者のみ、地球はゴースト、死の星にいつかは滅ぶ、宇宙の定め優しくなろう、逆らって進化のゲームはそろそろ終わり、力合わせて白黒黄色、頑張れ日本、 H を絞れ、頑張れ日本、世界の終わり、 Love the peace, stop the war、 日本なら必ずやれるはず。ありがとうございます。頑張れ日本、世界の場、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、この歌はね、はいはい、元気が出てきますね。元気が出るし、やっぱり幸せっていう ね、あの世界の平和で幸せになりたいって改めて思うんですけども、はいはい、まあ2年後にオリンピックがあるじゃないですか。そうなんです、オリンピックがあって世界の人たちが、はい、がね、日本に来てくださって、ね、お見えになって、昔とね、はい、やっぱり時代もどんどん変わっていって、はい、だんだんグローバルになってきて、はい、ね、あの日本からもいろんな海外に行って、海外からも日本に来てくださってって、はい、これだけみんなが仲良くなっているところで、はい、もし戦争が始まったら、はい、あのいろんな人たちを殺さなくちゃいけないわけですよね。で、あの友達がその国にいる、その国をあの攻撃しなくちゃいけないとか、そんな悲しい話ってないじゃないですか。いや、そういうことも考えること自体がナンセンスです。ナンセンスですか。戦争なんかあるわけない。ね、あるわけない。しちゃいけないっていうこと、基本が。そうですね。だから、まだ、そんな悲しいことはあるわけない。そのためには今この平和な時に下準備として絶対戦争なんかなくすあるわけないって、この勢いでいかないと。そうですね、はい、でね、うん、今ほらあの戦争が起こるかもしれない、日本もそういう戦う準備をしなくちゃいけない、憲法も改正しなくちゃいけないっていうふうになってるじゃないですか、はい、でそれについてね、あのどう思われますか。いや、私はだからもう60何年前ですけど、はい、憲法8条9条、これ言うと長くなっちゃうんですけど、はい、うん、絶対9条は、今、今日、日本が平和であったのは、9条のおかげっていうのは、未だに私は崩してないんですよ。9条っていうのは、結局やっぱり、あの、うん、日本を、やっぱり、どんな事情にせよ、うん、外に向かっていかない。うん、常に。そういう、はい、あの、まあ、例えば、あの、はい、あれですよね、あの、まあ、自衛隊とかはあるけど、はい、あれはほら、はい、その自衛する意味、国を守るっていう意味のね、例えば徴兵制度にまたなるとか、はいはいはい、そういうことは一切ないということでね。そうです、それをしちゃいけないっていう9条で守られてるわけ、うん、それをまた9条をいじく直すとかなんかいろいろ出てますけど、うん、まあ自分としてはナンセンスと思うんですよ、うん、ね、やっぱり9条を絶対いじらないで、今まで73年間守り抜いてきた先人の気持ちを持った時に、うん、なんでそれをいじくらなくちゃいけないんですかねっていうことですね、自分なんかは、うん、それとね、はい、ちょっとまあ僕はこう思ったんですよ、はい、ね、人間がこうしてね存在して、はい、
例えばね、もう何千年前、はい、まあ、日本で言うならば、はい、あの縄文なんですね、はい、でその縄文のね、時代というのは実はね、なんか争いがないというような、うん、ちょっと僕なんかの本で書いてあったのを見て知ったんです。争いがないというのはどういうことかというと、いろんなものを、例えば魚取ったりね、ね、まあ、例えば、こう、そういった食べ物、はい、全部で取ったりして、はい、で、足らない人には分けてあげたりして、まあ、みんながこう、みんなでこう分け与えたりしながら生活してるから、一切その争うことがなかったというふうに、まあ聞いてるんですよ。この間ね、テレビでやってたのに。で、縄文のあの埴輪、あの埴輪がね、すごく可愛くて、今すごい人気なんですって。で、それ対象はね、大体女性が多いのよ。ね、ああいう埴輪に、こう、みんな、こう集中するっていうのかな、はい、今ブームになってるらしいよ、はいはい、縄文が、うん、でそういえばそうだね、要するに争いっていうのはさ、土地を奪い合ったりしていって、そういうことでどんどんしてくるわけじゃない。そうですね、やっぱり人間には欲があって、うん、その欲で争いが始まると思うんですね。 だけど突き詰めてて、欲ってなんだろうって思った時に、そんなに必要かって考えた時にね、で必要でないものまでみんな欲しくなったりするわけじゃないですか。それで戦争が起こっていく。だから、まあ、欲があるからどんどんこうやって向上していったって、ね、人間がどんどん良くなってきたのも、文化がこうやって発達してきたのも、そういう欲があったからかもしれないけど、もう一回ちょっと立ち戻って、本当に人間として必要なもの、それで欲のために水と空気と食べ物を汚してるじゃないですか。水と空気っていうのは本当は一番必要なもんでしょ。でも欲のためにそれからもう目をそらしてしまって、どん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 そういうものを追い求めていってしまって、それってちょっと向かっていく方向が違うんじゃないかなって。戦争なんか全くそうやって自然を破壊するものなので、何を人間は考えてるんだろうって本当に思ってしまうんですけど。森ちゃんどう、はい、まあ、例えばね、この日本今平和ですよね、まあ、せやけど戦争起こるとか思ったことある？いや、また戦争始まるかなとか。まあ、こんな言い方おかしいんですけども、はい、まあ、戦争起こるっていうよりも、うん、まあ、8月は、うん、終戦もちろん上口ですけども、うん、広島長崎、ね、そうだよ、原発投下されて、この間の8月の6日が、日本が本当の、そう、被爆国、日本だけなわけですよ。そうです。だけれども、結局、今の、ほれ、政府っていうかね、うん、まあ、アメリカのことが、こともいろいろ、ね、考えて、結局、被爆はしてるんだけども、うん、核廃絶とかさ、うん、核の賛成、うん、核廃絶を、うん、結局、支持してないからね。そうだね。だから、うん、その最終的には、はい、いや、それはやっぱりね、うん、被爆国としては、うん、やっぱり国としてやっぱり核廃絶にね、うん、賛成しなきゃいけないと思うんだけども、うん、そうですね、はい、いろいろね、そうそうそう、外交のこととかあって、うん、しがらみがあるのでね、日本は今ちょっと待って、じゃあ反対してない、ね、この主役の綾代さん、ちょっとだから、ね、日本は、はい、大将さんにやっぱり、なんだけども、はい、要するにほら、敗戦をちゃんと経験してる人やから、そうそうそう、はい、申し訳ないですね、うん、やっぱり私もう83年生きてます、うん、そして今年の分じゃなくて、今83ですか、はい、年関係なく敗戦の東京、皆さん匂い、あの風景、ご存知の人は少なくなってきてます。私はそれを思うと、去年、おととし、この2年前に、この頑張れ日本、世界の輪を、どうしても世の中に文章にしてでも、
私絵描きですから絵も描きました。いろんな気持ちで平和っていうものに対して一生懸命です。たまたまカラオケブーム、昔私は流しもしてましたから、外人が日本で生活するっていうことは大変でした。敗戦の日本では日本の方だって大変です。ですから私は何でもやることをやりながら、両親も身内が一人もいません、日本には。でも私こうやって一生懸命83年生きてます。皆さんよりも敗戦の日本、東京、この目で匂いと雰囲気全部未だに絵で描いてもいます。でもあの匂いをね、どう表現するか文章にも書きました。星慶三先生もそれをお読みになってくださってるかも分かりませんが、あれをなかなかね、演歌のあれにしても何にしてもなかなか訴えられない、あの匂いとあの風景、いまだにあれは絶対あっちゃいけないんです。なぜ戦争になるか当たり前でしょう。第一次第二次世界中が貧乏国、国が皆さんが白黒黄色、失礼な話ですけど、白人、黄色人種、日本人、あの黄色いね、黄色人種と白人と黒人、この3種類色で分かれると申し訳ないことを伝えてるはずですけども、そんな自分はずっと考えたところ、やはり我が国こそ、我が国こそって、貧乏国になってくると隣の芝生が青く見えるって日本語でありますよね。そうすると軍事産業が戦争すればするほどお金を稼げるわけですよ。軍事産業で国が潤うわけですよ。これかえって悪いことなんですよ。そのために国を守るために、せっかく大の男どもが戦いに向かうわけですよ。そうしてくると人が、人間が少なくなりますよね。悲しみも喜びももうぐちゃぐちゃですわ。それで軍事産業のリーダーたちが儲けますよね。ですからそういう意味で、私が若い頃はソ連、今で言うとヨーロッパね、あのロシアって名前になりましたけど、ソ連と日本、これから先はあと中国が出てきて、日本がだってどういう立場になるか、それを学生の時すごい悩みました。でアメリカに怒られちゃうかもしれませんけれども、アメリカはやっぱり軍事産業ですよね。でもそれがいい悪いじゃなくて、なぜ日本は第二次、第一次、二次と戦争をやってきて、こんな原爆、さっきから話題に出てる原爆、水爆落とされて、悲しい思いをして、国土が使えない土地になって、これ以上裕福な生活必要ですか？それよりも、みんなが手を取り合って、白、黒、黄色、三種類しかいないんです、人間の社会。考え方が、はい、言葉は通じなくても考え方は五体満足で心にゆとり、それさえあればみんなで分け合って握手し合って前向きにいきましょう、これが平和っていうものじゃないですかねって、これなんだと私は思います。全くそうですね、はい、それで、うん、今ね、はい、こうやってなんかずっとやっぱりもう最初に人間が現れてからね、要するに戦争、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 戦争の繰り返しで今までずっと来たわけよ。そうですね、でもその結果がね、うん、はっきり言うけど、もう地球もね、正直言って生き物ですから、地球もなんかおかしくなって、まあ、実はもう時点もなんかもうずれてなってきてるみたい。そうなんです。だから今こういう気候の変化、むちゃくちゃ暑かったり、まあ、今度は逆にむちゃくちゃ寒くなったりもするらしいし、いつもう地球がもうあかんようになってしまうかもしれない、ね、うんうん、そうですね、なのに、うん、人間同士が手を取って、うん、逆にそういうことをなんとか、もうその例えばね、オゾン層がもう破壊しちゃってるわけ、うん、このオゾン層は絶対にもう修復することは不可能らしいよ、うん、もう年々もう一回破壊しちゃったやつは無理なんだ、うん、でもそれをなんとかやっぱりね、うん、それでもやっていけるように頑張らなきゃいけない。そうですよ。それでね、日本は今こうやって平和なんですけども、うん、世界のどこかでまだ戦いは続いてるんですよね。やってますから。だからもうその戦争をやめさせなくちゃいけないですよね、うん、やっぱりね、やめていただきたいっていうか、だから
自分たちの私利私欲のために政治家の方たちが走るんではなくて、地球を守るために今やらなきゃいけないことっていうのをまず考えていただきたいのと、それとさっき私も水って言いましたけど、やっぱり一番食べ物がなくなってしまったら私たちは生きていかれないわけで、やっぱり安全な食べ物ができる土壌にしてもらいたいなっていうのが一番ありますよね。ねえ、だから、そうだね、はい、森ちゃん、はいはい、だから、はい、ちょっと、はい、もう終戦ね、15日終戦日ですけども、今綾代さんのね世界の後と同じで、私も特攻隊のね、知覧の蛍って特攻隊の歌を歌ってるだけに、もう今の平和っていうのはもう国のためにね、本当に若い美空で、散っていったね若者のもう思いをやっぱり忘れちゃいけないし、伝えていかなきゃいけない。今の本当の若い人ねあんまりもう本当に忘れちゃってね、もう70年経っちゃってるって言うからか知らないけど、本当にねあんまり我々の歌を聴いてもねあんまり感動してくれない。もう年配の方はね皆さん真剣に聴いていただいて、けど、若い人はねもうそんなことあったのってな顔してるからね、だからそれをもっと ね真剣にね歌っていかなきゃいけないし、歌って、ね、伝えていかなきゃいけないっていう気持ちでね、今歌ってますけどね、後で、それも歌っていただきますよね、チランの音ね、はいはいはい、前さん、はい、なんかここにこの特別ゲストオバコップってなってるんですけど、この方はどんなか、はい、オバコップさんもやっぱり、はい、地球の平和をすごく考えてくださっている方 で、この方は宇宙のパトロール大使さんなんですね。で、私たちはこう国、地球の中の日本はとかアメリカはとかって国単位で考えますけども、オバコップさんは地球を一つの家族として見てくださっていて、で地球が危ないから SOS でたまに日本にやってくるらしいんですけども、先日ですね、監督のね、はい、ほら侍天馬天平、ね、ただいま山頂の番組に突然ね出てくれたんですけどね、ゲストで来てくださったんですけども、やっぱり今の世界をすごく心配していて、パトロールの途中で寄ってくださったんですけど、綾代さんもねちょうどお会いして、オバコップさんに会っていろいろ会話なさって、はいはい、そう楽しかったです ね世界の平和をね語って、お花いただいて、ひまわりね、ひまわりのもうだから方はね、はい、こうひまわりの花がもう世界中に、はい、咲いたらいいなって、そう世界がひまわりの花でいっぱいになるといいなって、はい、おっしゃってたんですけど、そうです、でね、はい、綾代さんがこうやって世界平和をいつも歌ってるので、うん、もうすごく共感してて、はい、でぜひ綾代さんの番組に出たいって言ってたんですよ、はい、で今日連絡したら、はい、今日はねちょっと宇宙の方の他の惑星にパトロールに行ってまして、はい、どうしても出れないんですけども、ちょっと ね、映像を送ってくださったので、私もまだその映像見てないんですけど、はい、一緒に見てみませんか。はい、そうですね、はい、ぜひ、そうです、です、じゃあオバコップさんの映像お願いします。お願いします。皆さんこんにちは、私はオバコップです。宇宙平和大使パトロール隊の隊長さんです。使命を受けてこの地球にやってきました。不思議な第三惑星地球、私はとてもこの地球に興味が持てました。たくさん地球のことを知りたくなったので、しばらく地球に滞在してたくさんのお友達と仲良くなりたいです。地球のことをいろいろ教えてね、よろしくお願いします。1212 私は
宇宙の平和バトル隊長さんだもん。どっかに悪の的はないかな。あっち行ったりこっち行ったり、あっち行ったりこっち行ったり。あれ、なんかまた地球の方から SOS が聞こえてきた。今日も地球に行ってみよう。シュワッチュー。よいしょ。悪の的はどこかな。悪の的はどこかな。こっちかな。あっちかな。なんかこの木が怪しい。どこかな。こっちかな。あれ。ない。悪の的はない。おかしいな。どこかな。呼ばれたのに、この辺？こっちかな。あれ？どこ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 ？あれ？どうしよう。わかんなくなっちゃった。どうしたらいいの？やられてましたね最後。なんかどうなっちゃうんですか。どうなっちゃうんですかね。あれさっき私、うん、話したんですけどテレパシーで、うんうん、あの時はやられてなかったみたい。あの後なんですかね。どうなっちゃうんですか。ちょっと心配ですね。いやでもなんかおばコップ、うん、なんかほらやっぱり楽しい気分にっていうんでなんか地球のこといっぱい調べてみたいよ。あ、そうなんですね。じゃあ、 大丈夫だったんですよね。大丈夫ですよ。そうですね、うん、その後ねちょっとまた違う映像も送ってきてるみたいなんで、うん、もう一個見ましょうか。見ましょうか。はい、わかりました。これでちょっとわかるかもしれないですね、うん、
こんな曲まで何これ歌ってるの？はい、わかんないですよ。でもなんか口動かしてるよ。でも子供たちの声も聞こえてるので、宇宙に今度さ、頑張れ日本をやってもらおうよ。そうですね、そうですよ、そうですよ。今度、コプと、あの怪しの娘さんと、コラボで一緒に、ですよね、世界の歌を一緒に歌って、あの実物も来てくれるの？今日はたまたまうちのパトロールがあったんで、じゃ あ, あの次回ちょっと開けといてもらって、本当に来てもらいましょうか、で一緒にあのやる歌で平和を唱えて、そうそう、本当にいいんじゃないですかね。あのね、僕感じたんだけど、この間ほら出てくれた時、いつの間にかいなくなってたの、消えちゃってた。だからいろんな能力持ってるみたい。例えばね、未来に行ったり、もちろん現在当然だけど、あのあと過去にも戻れる。まあちょっとした日本でなんかあのロボットで、猫のロボットちゃんいたじゃないですか、ドラえもんとかっていうの。なんかちょっと近いような気もする。ただね、僕思ったんですけど、これでもあれじゃないのかな。あのロボットでもないような気がする。いやでもね、私思うには、やっぱり地球人に似せてるんですよ、なので、ロボットなんだけれども限りなくちょっと人間に近いじゃないですか。あ、そのだからものすごい技術があると思うんですよね、でも誰かにも似てるんだよね、なんかね、なんかそんな気もするな、なんか不思議な。そうですね、誰かにこうに本当はああいうのが本当の形じゃないかもしれないね。いや、いろいろ、まあ、あのいろんな人に似ることができるのも、まあ、だから、ね、まだ、まあ、宇宙人なんで、ちょっとそれはまたおいおい親しくなってから、ね、そうだね、想像しても仕方がないのでね、そうそう、はい、仲良くなっていきたいと思います。次のちょっと進行状況をですね、はい、あ、ここでそれじゃあその、あの大将さん、もう少しお話ししてください。今私です、はい、そうそう、オバコップさんのこと、出なくてもいいですよね。でもオバコップさんは、宇宙から見た地球っていうのをすごく考えてらっしゃるんですよね。であのやっぱり宇宙から見ても地球は危ないんじゃないですか、危ないっていうかすごくヒヤヒヤしてると思うんです。大将さん、そういうなこと考えたことある、地球危ないとか。あ、そう、あのだから学生運動の時にしょっちゅう考えてました。その時点の時から地球がもう軸がずれてたんですよ。それで2030年ぐらいにはちょっと地球危ないよっていう学生たちの仲間では言ってました。今の頃よ、その時に2020年の時、あと10年しかないなとかって、そんな最近のことですけどね、自分の中ではいつもそれ思ってま す, です。あのね、最近こう暑いじゃないですか、それである、気象予報士さんがいろいろと検証したところによると、もう2030年になったら、もう40度超えが当たり前、3ヶ月ぐらい40度が続いてて、それでね、ちょっと時間の問題があるんで、あの一蘭の蛍を、そうそうそう、ちょっと今日はね、長い目のやつの方を、そうなんです、はい、2日後は、いつもは4分だけど、終戦記念8分ぐらいあるんでね、じゃあそれちょっとお願いしましょうか。あの2日後終戦記念ということなので、でもちろん一蘭の蛍特攻隊の歌なんですけど、よろしくお願いします。昭和20年4月7日午後2時25分、戦艦ヤマトは海の藻くずに消えていきました。あとは特攻隊の体当たりしかありませんでした。しかしこの選択は間違っていなかったのでしょうか。サブロン、いよいよ明日。
お国のためにあなたが明日敵艦に体当たりすることを誇りに思います。お母さんは19年間ありがとう。そして幸せな毎日でしたよ。行ってまいります。トメの食堂です。トメさん、聞こえていますか？今の日本は73年間戦争をしていません。それはね、あの空の彼方に散っていった若者たちがもう二度と戦争はしないでくれと彼らの魂が叫びが届いているからですよ。短い命、明日はいずこの海の底、どうせ散るなら本懐遂げて帰ってくるよ。俺が来たなら甘酒くらえ、ほうほうほうたる恋、ほうほうほうたる恋、優しく歌ってくだしゃんせ。
ば祖国よ愛しき人よ命惜しむじゃなけれども役に立ててよおいらの命開門だけに別れを告げりゃ涙をつるもなお一高しほうほうほうたるといほうほうほうたるこいよくぞきたねとほうめやんせほうほうほうたるこいほうほうたるこいおいらのことを忘れるな森ちゃん、何回聞いても私の涙ですね。ありがとうございます。森ちゃんの後にすぐ私ね、もう心がなんかでも平和になってよかったし、これみんなね、星先生だよね、はい、作曲。はい。やはりすごい方ですね、星さんもね。はい。じゃあこの今しんみりしたところで今度、はい、ですね。こう切り替え。前くん。前ちゃんが。いいですか、私の歌聞いていただいて。はい。切り替えて、はい、平和な今の日本の歌でございます、はい、マイハッピーエブリデイ聴いてください、はい、マイハッピーエブリデイ太陽さんさんスマイル皆さんきっとエンダーリン本日も楽しいこと123探そうよう朝起きていつもぐったり化粧のり悪くがっかり大変なの主婦って It's time to end the world 旦那様8時すっきり娘見送ってすっきりワクワクドラマタイム今夜で働く娘を覗いてそっと微笑んだ時には不審者と言われても家族の平和守るのだ私はスーパーウーマンスーパーか思い出した卵なセバンサンスマイル皆さんキッズエンダーリン本日も晴天なり晴れ晴れよ時々サボってちゃっかり美味しいランチでがっつり財布だけダイエット主婦の黙り場はやっぱりストレス解消さっぱりいろいろ話しちゃおうこの前ねママのご飯が一番
めてくれた買ったものといえず複雑よ。笑顔で手を振っていたら知らない人でびっくり、そのまま両手上げ体操よ。おいえい、おいえい、おいえい、 My happy everyday 太陽さんさんスマイル皆さんキッズエンダーリン、本日も楽しいこと探そうよ。いただきました、ありがとうございました、はい、楽しかったですね、聞いてみていただきました、ありがとうございます。ラジオじゃないですもんね、うんうん、すいません、はい、で次、はい、いつもね、はい、あの綾代さんの名刺代わりという、はい、あ、ジプシーチェリー、ジプシーチェリーをやらせていただいてもいいでしょうかね、はいはい、今日もいいですか、あ、もちろんでございます。綾代さん、その前にね、はい、ちょっとなんかいろいろ告知することあるでしょ。そうですね、ぜひその告知を、まず綾代さんの宣伝をちょっとしとこう、はいはい、いやいやいや、ね、もうありすぎてね、でも大きいところでいきますと、うん、9月の4日、うん、練馬の文化センターで年に4回は、うん、あの、うん、UU モデルで入れるんですけどね、はい、そこではもうふるさとみたいな感じで、うん、練馬区が私仕事で50年いましたから、うん、はい、だから皆さんがあのよくあの喫茶店の10月1日もあるしね、そうなんです、はいはい、はい、なるほど。10月1日は、はい、10月1日はあの、うん、はい、神奈川県、神奈川、はい、横浜の方まで行きましてやらせていただきます、うん、なるほど、ね、はい、あと明治座もあるしね、明治座が、はい、あ、明治座もあるんだ、はい、12月2日になりましたけど、はい、10月の20何日だったのがちょっとずれまして12月の2日なってます。じゃあ近々ではまあ9月1日の方に、そうですね、練馬の方に来て、そうですね、9月4日ですね、あの練馬の方に来ていただければ、そうですね、はい、はい、ですよね。しかし83歳でこれだけ、いや、年考えたことないです、うん、バイタリティに動けるっていうのは、はい、いろんなご病気も持ってらっしゃるのに、あ、そうですね、右肺ないですね、子供の時から、はい、子供の時からですか、子供の時フィンランドで右肺ちょうど第二次世界大戦入っちゃいましたから、それでもあのフィンランドの父親さんの方のご家族がいい方で、なんとかこの子をって、それで平和になって8歳と2ヶ月で日本の東京 の、 あの育てのお父さんがあの官僚さんでなんとか病院に入れて、それで病院を、うん、出たのが十何歳の時ですね。だから寝たきり子供でした。だからレフトライトレフトライト歩くのが10歳と何ヶ月でやっと、うん、歩けた、はい、でもね、はい、この間ね、はい、偶然ばったりね、あんなとこずっと歩いてらしてて、はい、娘さんと歩いてらしたら、あ、はいはい、娘さん若い若い、そうなんです、結婚したことないのにね、不慮の出来事っていうかいろんな人生過ごしてきましたから、うん、はい、私以上に僕ね、あの、やっぱりね、こう人との出会いってね、はい、やっぱ会うべくして会えるんだね、はい、だからえっというようなところで会いましたもんね、そうですね、そうです、じゃあ、じゃあそういうところで、はいはい、そうですね、エンディングの、はいはい、鳥のテーマにしましょう、これ、はい、聞いてください、ね、はい、ジプシーチェリー、チェリー、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします。私の父はフィンランド、母は日本の方でした。今でも心に秘めながら聞いてください。
すらいジプシー乙女の頃夢を見て笑われて恋をして泣かされて大人になる頃は一発の苦労にさ男なんて世間なんて当てにゃしないさ負けないさ孤独に咲いたジプシーチェリーそれでもやっぱり自由せよ楽しんで今日も生きている今でも心は熱いままたった一つ信じられる愛があればいい人生よ人生は時に素晴らしいの人生も色に例えれば7色以上な人生でした。でもまだ頑張りますよ。世界平和のために頑張れ日本世界の輪、これが生きがいです。箱場所を捨てて心の旅花よ星よ何思う鳥よ虫よ楽しいかどうして生きるのか考えたことあるか人は生まれ人は愛しそれでおさらばけせらせら孤独に咲いたジプシーチェリーそれでもやっぱり人生を楽しんで今日も生きている今でも心は熱いままたった一つ信じられる愛があればいい人生を時に素晴らしい時に素晴らしいありがとうございます。よろしくお願いいたします。ね、あと3分ぐらいあるからちょっとやりましょう、はいはい、ね、まだあの告知はもう大丈夫ですか。はい、本当、はい、大丈夫です。しかしね、はい、ね、やっぱり
僕ら、あのこの平和、平和を願ってこうやって番組作りねしてて、やっぱりなんかある意味ここへ来るのすごくなんか時々思うのね、はい、こういう場が持てててなんか逆にねほら年を考えずにっていうことで、はいはい、いや僕もそれで、あ、やっぱりそうだ、元気いただいてる、ここ来るとお互い様に、そうですね、うんうん、私も皆さんからいただいて、うん、自分の年だとかそういうの考える暇がないっていうか、うん、それが子供の時から一人で何しろ前に走らなくちゃ日本の国は忙しいですからね、だけどなんかその癖があって余裕がなかったって言えばそうなんですね。でもそれがかえっていつの時代も一生懸命何が正しくて何が捨てなくちゃいけないのかとか、だから私シワがないってよく言われるんですけど、本当ですね、そうなんです、シワを描く暇がない、ね、ほとんどシワないね、はいはい、なるほど。それじゃあ、はい、提供はまず、はい、はい、この番組の提供は映画セブンミラクルエンジェルズ、三匹の美魔女デカマジックでお送りいたしました。オーシャンファイブが抜けましたね、はい、オーシャンファイブでお送りいたしました、はい、で来月は、はい、さん、いつでしょうか、はい、綾代美佐の次回は9月の10日になります、はい、その時まで皆さん、はいはい、来月まで、はい、平和な日本が続いていますように。では大丈夫です、大丈夫ですかね、はい、じゃみんなで世界のわわ、さようなら。